よう魔法使い。ブラッ、中のやつに何て言われた？お前は違うと。そうか、そんじゃもういらん。あのドアの向こうには魔法使いどもの世界がある。奴らは魔法でドアを作り出し、俺たちの住む町ホールと奴らの世界をつなげる。そして奴らはホールへ練習にやってくるんだ。奴らがドアを出すところを初めて見たな。おほほ、俺たちにもくれよ。ホールか、胸クソ悪い場所だ。全身虫になっちまうぜ。待ってな、クソ高瀬が体の中でシェイクしたぞ。弱りが食いたい。行くぞノイ、ホールへ。ああ、枕にトゲが。あのでかい二人は多分私たちを殺しに来た掃除だ。なーつやる。アホ、なんて邪魔だよ。叩け。じゃあこっちも久々に本気で行くぞ。俺の記憶、俺の本当の顔、名前、今は何もわからない。全てを黒煙が隠している。どうも顔がかゆいと思った。つーか脱皮すんのかよお前。